はーい、ということでやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこらい戦争ほわかの方でやっていこうかなと思うんですけれども、今回ですねやっていく内容に関してはこちらでございます。ということでにゃんこキングバーガーの方ですね、今回は使っていこうかなと思います。まあ、このキャラクターに関してはですね、にゃんこバーガーということで、最近ですね、まあ、9周年のイベントガチャの方で手に入るキャラクターなんですけれども、まあ、とりあえず今回ですね、まあ、特に性能としては何もなかったっけ、まあ、ただの範囲攻撃しか、ないんですけれども、まあ、とりあえずですね使っていこうかなと思います。はい、ということでとりあえずですね日本編3章の方に来ているわけなんですけども、そちらの最後のステージ西表島の方でですね、ちょっと使っていこうかなと思います。どうだろう、勝てるかな、ちょっとあんまりちょっと自信ないんですけれどもね。はい、ということで、まあ、一応編成の方はこんな感じでですね、まあ、上段に関してはちょっとねこいつだけでは不安なので、一応ニャンコンボ要員として、一応置いてあるんですけどもね、まあ、一応出すキャラクターはニャンコキングバーガーだけなのでよろしくお願いします。では早速ですね挑戦していこうかなと思うんでよろしくお願いします。じゃあ行きましょう、出陣。さあということで早速行きましょうか。じゃあもうどんどん出しますか、行きます。はい、さあということでとりあえずどうだろうね、これ勝てなかったらとりあえず今回本当にこれもうね、あのお蔵入りになってしまうような気がしますけれども、どうなんだろう、一応レベル50にはしてあるんですけれどもね。あー、ちょっとこれまずいね、これちょっと大丈夫、不安でしかないんだけれども、まあいっか、とりあえずものは試しだ、とりあえずボスさえ倒せればっていう感じじゃないですかね。まあ勝てるかどうか分かりませんけれども、でとりあえずそうだね、本当はガチャでプラス上げもしたかったんですけれども、まだまだちょっとねプラス上げできるほどのね、ちょっとクイズのダイスだっけなんだっけ、あのサイコロの方がないんで、まあそれもちょっとねまた上げた時にちょっとまた挑戦できればなとは思うんですけども、どうしよう、もう早送りだな、これスピードアップ使いつつもうこれちょっとガンガンやっていかないと、これめちゃめちゃ時間かかる気がするんだけど大丈夫かな、すごく不安になってきたよ。で一番ちょっと怖いのがこれ出撃制限まで出して、でそっからブンブンの攻撃でワンパンで消えるっていう可能性どうだったんだろう、ちょっと性能とかねその辺ちょっと見てないんですけど、ノックバックがいくつだったっけなこいつ、ちょっとわからないけれども、あでも見た限りまあ何回かありそうなので、どうだろうね、まあ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 とりあえずまあもう我が子を見守る感じでやっていきます。はい、さあということで、まあなかなかちょっとこのキャラクターもねちょっと使おうかなとか思ってたんですけど、なかなか使う機会なかったんで、まあちょっと今回ですねせっかくなんでちょっとやっていくんでよろしくお願いします。さすがにこのキャラクターで狂乱系は無理だな、さすがにちょっと、難しいのかなと思うんですけど、もういいや、もうガンガンもうにゃんこ砲使っていこう、じゃないと突破できないよねこれね。まあでも一応にゃんコンボ使ってこれなんで、抜きでやったらさすがにもっときつくなるのかなって感じがするんだよね。そう、一応攻撃力アップ中かな、あのパンチパンチパンチと、あとはボンボンかあれの方入れてあるんですけども、あーまあもうちょいね、あわよくば研究力もちょっと上げたかったような気がしますけども、まあ一応ちょっと攻撃がね、ちょっと強みの方が、ボス戦にはいいのかなと、思ったんですけど、ちょっと大丈夫かな、なかなか進まないけれども大丈夫かこれ、なかなかもうどんだけこぼすんだって感じがしますけれどもね。いやー、これ大変だよ、これ。ボス戦。あ、でも意外とちょっとじわじわ進めてきてるけど、こっからだよね。いやー、もうこれ早送りすぎてとんでもないことになってるけどね。OK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 。まず一応とりあえず、取り巻きに関しては、意外とサクサクは、超えられてはいるわけなんですけども、こっからだよね。こっからボス戦がどうなるかって感じかな。まあ、まだ出撃制限、まあね、かかるまでは全然問題なさそうですね、今のところ。今何体いらしたのかわからないけどもね。まあとりあえず、もう少しでボス戦に入れそうなので、どうしようかな、にゃんこ砲の打つタイミングが何とも言えないな。でもなんかこっからなんか何も変わんない気がするんだけど、これ大丈夫かななんか何も変わってないよねこれね。いやー、でもじわじわ進んでるか、じわじわなのかなこれ。あー微妙だね。あーでももう少し、いやーどうだろう、オッケー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 、もうじきだね。よーし。
ということで、こっからが勝負でございますけれども、どうだろうね。あ、でも意外と結構、お、来た、ボス戦でございます。さあ、お、いいんじゃないですか。よし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 、いいよ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 、いい感じいい感じいい感じ。これできるかいけるか。ああ、まだね。よし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 、ブンブンの攻撃を与える。ひろなくも来た。いったねいったね、バーガー行きやしたねこれね。はい、ということで、なんと勝てましたね。はい、ということでクリアでございます。はい、ということで、ちょっと最後にですね、もうニャンコンボなしでとりあえずちょっといけるか、挑戦していこうかなと思います。いや、どうだろうね、これで勝てたらなかなかあれなんですけどもね。まあいいや、じゃあちょっとボス戦までちょっと早送りしましょうか。なんだこりゃ。あともう少しなんだけど、これもう少しなんだけどな。あともう一声、あともう一声、なんでそのもう一声いかないの。あと、もう取り巻きがすごく邪魔だねこれね。よし、オッケー。ということで、ようやく出ましたね。いや、そう、こっからどうよ、こっからどうだろう。おー、いけるか、いけるか、いけるんじゃないこれ。これは、なかなか重なってるけどね。重なってるけれども、いたーなんだこれ、ニャンコンボ、いらないね、これね。はい、ということで、よう頑張りました。はい、ということで、以上になります。また次回、動画でお会いしましょう。またね。